走るケースじゃない時も牽制くれる人がいるんですよ、ピッチャーで。牽制もらったら腹立つわけですよ。それピッチャーの武器を見抜くためには左ピッチャーは案外と顔に癖があります。なかなかこう読みづらかったピッチャーとかっていますか、この人うまいなっていう。走行就行、まず最低走行手必要だみたいなことをよくおっしゃってて、うん、で、まあ、石毛さんご自身も打つとか守るだけじゃなくて盗塁とかも結構されてたと思うんですけど、うん、あのやっぱりこうアマチュア目線だと牽制っていうのはすごい恐ろしくて、あのなかなかこうリードを取れないとかスタートダッシュ切れないとかってなるんですけど、どうですかそのプロの、 あの時って盗塁を盗塁するってなった時にこうピッチャーのどういうとこ見てたとか、どういうふうにタイミング取ってたとかってありますか？うん、そうだね。まずおっしゃる通り、走攻守、ホームランもそこそこ、送りバントもそこそこ、二塁打三塁打もそこそこ、それで盗塁もそこそこ、そこずつとも230から40ぐらいしてんだけどさ、長らく甲子園にいないんだよね。で自分で言うのもなんだけど、まあ、トータルプレイヤーとしてはちょっとこうハイレベルのところにいたのかなって気がするんです。でね、盗塁なんだけど俺自身はあんまり足はめっぽ速いというタイプじゃないの。盗塁ってどういう字か、盗む塁って書くよね。いわゆるスタートを速くすれば確率高くなるわけですよ。ああ今はそのピッチャーが持って牽制 0.1 秒にいくつとか、キャッチャーが取って1秒いくつとか、これは速いとかいろんなもの一つの目安があるんだけど、俺の場合の盗塁はまずそれこそ盗む盗塁で、その盗むってことはね、ピッチャーの胸の内を盗むんです。どういうことかというと、ピッチャーがキャッチャーのシグナルを警戒して、はいはいはい、でセット入るときにこの時点でホームに投げるか牽制に投げるか決めてます。はい牽制パチン、よし、はいホームと出てるわけですね。僕はその胸の内は背中に出ると思ってます。背中を見て感じる。でもこれはさ、教えられないんだよね。そういったまあ動物性の感性というかね、そんなもんだろう。あとはね、昔よく言われたのは、これは右足、右ピッチャー、右足、左足でちょっとこう開いたら牽制だとか、つま先が入ったらフォームに放るとか、これがこうちょっと後ろに引いたら牽制だとかホームだとか、もっと前に出たら牽制とかホームとか、いろんな癖があるわけよね。で、あとはセットやるときに高く上がったら牽制だとか、低く入ったらフォームだとか、いろんな癖があるわけですよ。まあそういう癖はもうみんなもう映像見て分析されてるからもう出なくなりましたけど、うん、昔はでも背中はさ、取りようがねえじゃんね、ここで、うん、そこをこう感じ取ってたっていう素晴らしいですよ。で、例えばここは走るケースじゃねえなって、そういう時俺走らなかった。うん、走るケースじゃない時にも牽制くれる人がいるんですよ、ピッチャーで。で、牽制もらったら腹立つわけですよ。俺走る気持ちなんで牽制するんだよ。牽制しやがったら絶対走ったるわと思ってよく走ってきました。そういうところは本当ね、自分で言うのも、盗塁の成功率も高かったと思うんですよ。あとリードの仕方なんだけど、まあ俗にベースがあって、セーフティーリードを取って、で、出ますわね。うん、その時に、盗塁する時って気持ちこう何ですか、重心がちょっとこうセカンドに行くわけですね。でいっぱいリードを取ってこのピッチャーの牽制をもらおうと、いわゆるそのピッチャーの一番速い牽制、そのピッチャーの武器を見抜くためにはいっぱい牽制取って、いわゆる帰ることに肘を置いたリードの仕方、そこで牽制をもらって、まあ、手で帰るんですけど、あ、こういう速さでこんな形で投げてくるんだなというものをまず察します。うん、それを見て、じゃあここまで出れるのかな、ここでいっぱいかな、じゃあここで行こう、やめとこう、で行こうと思ってスタート切った、行こうと思ってスタート切るんだけど、あ、ちょっと遅れたと思ったら途中でやめられる、うん、その勇気も必要なんです。スタート割れるに行ってしまえで行ったらアウトになるんで、そこら辺のあーダメかと言ってシャッフルに切り替えて、バッターが打つか打たないか、それを見極めるという、その辺がまあ回る意味では上手かったんですね。だから何気なく
スタートして成功アウトじゃないしに、必ずそこには何のように意図があるわけですね、意思が、うん、そこをちゃんとこう自分でコントロールできたというのが、まあ、ランナー石毛のいいとこだったんじゃなかろうかなと思いますね。左ピッチャーだったらこう背中って見えないじゃないですか。左、いい質問ですね。左ピッチャーは案外と顔に癖があります。例えば一塁ランナー見て、はい、牽制しますよと言って、このまま行ってホームに投げる。で、牽制なんかしませんよ、お前なんか知らねえよなんか言って牽制するとか、うん、案外ね、癖は顔に出ます、ピッチャーは。で、一番警戒して、しなきゃいけないのは、大体左ピッチャーって、まあ、クイックでやりますけど、大きく足を上げることが多いんですね。そうすると、まあ、判断しやすいんです。だけど、たまにこう構えてて軸足を外してポンと投げるピッチャーいるんですよ。こういうピッチャーは警戒ですね、うん、だそのピッチャーの、まあまあ、なんつうのかね、傾向は大体我々も頭に入ってますから、それに対して、あ、忘れたけど、もう一つ、右ピッチャー、ボールをグラブの中に入れてるか、ボールを手で持ってるか、これによっても違いますね。パンパンとくるときもあるし、うん、ここに持ってるときはもう出さなきゃいけないので、うん、そういうこともありました、うん、でも左ピッチャーで牽制がめちゃくちゃうまいなというときは、もうこう見てどっか足が、グラブがポッと動く、あるいは足がちょっと動いたら、もうどこが動いたらもう走れと、牽制だろうがホームだろうが関係ないと、もうどっち来てもいいから走れという。で、そういう時はわりかし左ピッチャーほどリードを多く取ってます、体験性がないんで、うん、で動いた瞬間スタート、どっち来てもスタートというのがあって、案外これが成功しますね、うん、その、まあ、そのピッチャー心理を読むってことなんですけど、なかなかこう読みづらかったピッチャーとかって言いますか、この人うまいなっていう。俺が1年目にね、ロッテの水谷さんっていう左ピッチャーいたんですよ、うん、これがね、それこそ今のクイックですよ、足を上げずに投げるんですよ。もうこれはね、一つの職人としてすごいピッチャーだなって言いらっしゃいました、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。